柴田勝家、織田家のために身を捧げた鬼は猿に敗北する。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは柴田勝家について紹介していこうと思います。鬼の権六、または鬼柴田、かかれ柴田など鬼の異名を持つ柴田勝家。戦上手で有名な勝家は、大河ドラマに欠かせないおなじみの武将です。織田信長の重臣としてのイメージが強い勝家ですが、もともとは信長の父、織田信秀の家臣。信秀死後は信長の弟、織田信勝に仕え、信長謀反に加担し、敵対する時期もありました。羽柴秀吉、豊臣秀吉と信長の後継者争いをめぐり対立、賤ヶ岳の戦いで敗れ、最後は妻のお市と共に自害。今回は織田家のために葛藤した柴田勝家の生涯について紹介していこうと思います。ここからはナレーターさんに解説していただきましょう。経歴や生誕は謎だらけの柴田勝家はどんな人物？1522年、大永2年、尾張の国愛知郡上屋城村、現在の愛知県名古屋市東区に生まれた柴田勝家。父親は上屋城城主柴田勝義と言われていますが、生誕や父親についてはいろいろな説があり定かではありません。若い頃より信長の父、織田信秀に仕えていました。信秀が亡くなると次男の織田信勝、織田信長弟の家臣となります。成人した勝家の描かれる人物像は、剛毛でひげの濃いむさ苦しい風貌で、あまり女性受けするタイプではありません。それでも戦国一の美女と言われたお市の方を妻にできたのですから、勝ち組なのかもしれませんね。スター武将を数多く輩出した安土桃山時代に生まれ、ライバルの羽柴秀吉に敗北。秀吉はいろいろな策を練る知恵者タイプで、上司に取り入るのが上手。勝家は真面目で上司に取り入るのが苦手。攻撃するなら正面突破。全く正反対の2人がこの先信長の後継者をめぐり戦うこととなるのです。織田信勝の家臣として織田信長に謀反を起こす。勝家は主君の織田信秀が死去すると、信長の弟である織田信勝の家臣として新たなスタートを切ります。しかしこの信勝と信長は仲が悪く、ドラマなどではうつけ者として描かれることが多い信長。それに対して信勝はお行儀のいい優等生。そんな兄が織田家の当主というポジションにいるのが許せなかったのでしょう。母親の土田御前もバリバリの信勝派。織田家臣の間では、うつけ者信長より優等生信勝を推す声の方が断然多かったのです。もちろん勝家もその中の一人でした。勝家の性格から信勝派なのはわかる気がしますね。そして信勝は勝家、林秀貞、林道友兄弟らと共に、うつけ者の兄を討つべく謀反を起こします。伊能の戦いで織田信勝軍が敗退。1556年、弘治2年、織田信勝が信長を討つため立ち上がります。こうして織田家の家督をめぐる争い、伊能の戦いが始まりました。信勝軍総勢1700人に対し、信長軍700人と半分以下の手勢。信勝軍が有利に勝ち進むと思いきや、信長が大声で勝つ。この大声にビビってしまった信勝家臣は逃げ出し、これを機に信長軍が逆転勝利となったのです。信長の地声が大きいのは有名な話だったそうですよ。その後勝家は秀貞らと共に信長に謝罪し、まさかのお咎めなしに。肝心の首謀者信勝も、聖母土田御前の除名願いもあり、処罰されることはありませんでした。
信長がどうしてこのような決断をしたのか、その真意は分かりません。勝家の性格を考えると、裏切り者の自分を許してくれた信長には感謝していたのでしょうね。二度目の謀反は勝家の密告だった。伊能の戦い後から信勝と勝家の師弟関係も徐々に変わり始めます。信勝には勝家とは立場が同等の家臣、都築蔵人がいました。信勝は自分の家臣のほとんどを蔵人の配下に置きます。すると蔵人は勝家を軽蔑し、大きな態度を取るようになりました。こうした信勝の蔵人に対する処遇に勝家は不信感を抱くようになるのです。そして信勝は懲りずに2度目の信長謀反を画策していました。そこに待ったをかけたのが、なんと勝家だったのです。弟が謀反を企てていると自ら信長に密告。その話を聞いた信長が取った行動は、信長病気のお見舞い作戦でした。信長の罠にかかり、信勝は暗殺される。勝家の密告により自分の暗殺計画を知った信長は、逆に信勝を陥れる作戦を考えます。病気になったので清洲城にお見舞いに来るようにと信勝をおびき出すことを提案。これを罠ではないかと疑う信勝に、勝家は信長に遺言状を書かせれば尾張が手に入るとそそのかし、信勝は仮病の信長を見舞うため清洲城に出向きます。そこで待ち構えていた信長家臣に討ち取られました。信勝の嫡男宝丸、後の津田信澄は除名され、勝家の養育のもと信長家臣として成長しています。勝家も信勝死後は信長に仕え、筆頭家老のポジションにまで出世しました。水がめを割り敵に見栄を張る、信長家臣となりしばらくは活躍の場を与えられない勝家。周りの武将がどんどん出世していく中、やっとチャンスが巡ってきます。この頃信長は天下統一を叶えるため上洛を進めようと、京に登るためのルートを確保するため奮戦していました。美濃の斎藤辰興を破り、北近江の浅井長政に妹のお市を嫁がせ同盟を結ぶ。いろいろと策略しながらも、ついには上洛を果たすことに成功します。この頃上洛の際に戦った六角義治が甲賀の武士たちを引き連れ、南近江で騒動を起こしていました。勝家はその監視をするため長江寺城の守備を任されます。そこに義治が攻め込み城を取り囲まれてしまいました。当時信長は各地で敵と戦っており、援軍を送る余裕はありません。水の備蓄も徐々になくなり、降伏を促す使者に対し、手洗いで使わせた水の残りを捨て、まだたっぷりの水があるようにアピールしました。それを見た使者も、まだ水の蓄えは十分にあると義治に報告。長期戦に持ち込む構えでしたが、勝家は家臣に一杯ずつの水を飲ませ、残りの水がめは割ってしまいます。水がなくなった以上、生きるためには討ち取るしかないと六角軍を攻撃、そして見事に勝利しました。この話から亀割柴田と呼ばれたそうです。いい話ですが、残念ながらこの話は創作であると言われています。織田信長死後、羽柴秀吉と後継者をめぐり対立。1573年、信長が朝倉義景を滅ぼし越前を平定すると、勝家は越前49万石の大名となります。ようやく自分の地位を確保し風格を表してきた勝家、戦上手で勇猛な勝家にしては遅い出世となりました。そして1582年、天正10年、信長が本能寺の変で討たれると、後継者をめぐって秀吉と対立します。中国攻めの最中だった秀吉は大急ぎで帰還し、信長を討った明智光秀を討伐します。勝家は越後の上杉軍との戦いが長引き、遅れを取ってしまいました。
もともと不仲だったと言われている二人。勝家は秀吉のことを成り上がり者と言って嫌っていたのです。秀吉も永遠のマドンナお市の方が勝家の妻になったのをどう感じていたのでしょうね。清須会議でまたもや秀吉有利に。1582年天正10年、信長の後継者を決める清須会議が行われました。参加メンバーは柴田勝家、羽柴秀吉、丹羽長秀、池田恒興の4人。勝家は後継者に信長の三男織田信孝を推薦。秀吉は信長の長男織田信忠の嫡男、三法師がふさわしいと提案。参加者の長秀、恒興は秀吉の案に賛成したため、後継者は三法師に決まりました。この時三法師はわずか2歳。もちろんこの後三法師が後継者になることはなく、ただ単に秀吉の出世に利用されただけなのです。長秀も秀吉から領地をもらう約束で味方したとも言われています。どちらにしても悪知恵が働いた秀吉の勝ちですね。賤ヶ岳の戦いで敗北、お市の方と共に自害。清須会議で出遅れた勝家はますます秀吉と対立していきます。こうして織田家を二分する賤ヶ岳の戦い、1583年へと発展しました。賤ヶ岳の戦いを簡単に説明。1583年、天正11年、美濃大垣の織田信孝が勝家に寝返り、これを打つべく秀吉は美濃へ向け出発。手薄になった今が好機と考えた佐久間盛政が大岩山砦の中川清秀を打ちます。勢いづいた盛政は勝家の撤退命令も聞かず、次々と攻撃を仕掛け、その後大垣城にいた秀吉は大岩山落城を知り、52キロの距離を5時間で移動。勝家側についていた前田利家の突然の戦線離脱もあり、盛政軍の士気は一気に下がります。こうして盛政の軍を突破した秀吉は本陣の勝家軍を攻撃しました。多勢には手が出ず、勝家は北の庄城に撤退、秀吉軍の勝利となりました。その後勝家は利家を攻めることもなくいたわったといいます。利家も親友の秀吉と慕っていた勝家との間でどうするべきか悩んだことでしょう。こうして北の庄城に戻った勝家は秀吉軍に包囲され、勝家は妻お市と共に自害します。まとめ、主君は変わっても織田家に一生涯身を投じた勝家。賤ヶ岳の戦いの敗因は自分の命令を聞かずに猪突猛進した盛政の行動や利家の離脱が招いたのかもしれません。それでも攻めるようなことはせずに生き延びたい家臣を許し、温厚で情に厚い人物だったと伝えられています。そんな勝家だからこそお市の方も一緒に自害する道を選んだのかもしれませんね。今回の動画はいかがでしたでしょうか。主君は変わっても織田家に一生涯身を投じた勝家。賤ヶ岳の戦いの敗因は自分の命令を聞かずに猪突猛進した盛政の行動や利家の離脱が招いたのかもしれません。それでも攻めるようなことはせずに生き延びたい家臣を許し、温厚で情に厚い人物だったと伝えられています。そんな勝家だからこそお市の方も一緒に自害する道を選んだのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。この軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてください。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いします。